こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。今日はありがとうございました。はい。本当に大勢のお客様にね、ご来店いただき感謝です。うん、ありがとうございます。はい。もう本当にあっという間に今日一日終わっちゃって。うん。ね。本当に俺も顔真っ赤でしょ。なんかすごいね。日差しと鉄板焼け。ね、うん、本当にちょっと混雑してしまいましたが、お待ちいただいてありがとうございました。まだみんな片付けしてんだけど ね、まだ途中です。暗くなっちゃう前にちょっと、うん、本当は今日ライブ配信をしたかったんだけど、うん、苗がカズさんマエさんの苗が別のハウスにも置いてあるんで、うんうん、ちょっと荷物がいっぱいで運び出せないので、うん、ライブ配信ではなく動画でこっちのハウスとあっちのハウスも見せます、うん、はい、で今回、うん、カズさんマエさんの苗、いつも単品で最近はもう販売させていただいてなくて、うん、セットで販売させていただいてます、はい、で、まずセット苗を言います、はい、まゆさんの苗が2苗、うん、でカズさんの苗が1苗、うん、で合計3苗で1セットです、うん、はい、で特にセット数の制限とかはないので、うん、かなりたくさん苗はあるので、うん、月にご購入いただいて大丈夫ですの で、はい、で例えば2セットとか3セットとかご購入いただいた場合は全て違う、うん、掛け合わせでお送りさせていただきます、はい、でただ1セットに対してまゆさんの苗が2苗と神さん、赤瀬さんの苗が1苗っていう組割合になります、はい、今回ねまゆさんがたくさん納品していただいたので、うんうん、ね、まゆさんの苗が2個になります、はいはい、でなるべく見た目もこう違う感じで入れさせてはいただきたいと思っているので、はい、ただ紅葉が若干もう冷めてきているので、うん、見た目の違いがそこまではっきり違いがわからないものとかもあります、うん、でまたそれは次の紅葉の時に違いを出していただければ楽しいかなと思っています、はい、残り物の苗とかじゃないんで、うん、ちゃんとねそれをネット用で取ってあるやつなのでお見せするので、はい、はい、ちょっと今目についたのちょっと見せちゃっていい、うん、エボニーと桃太郎だって、ね、これはねまゆさんね、うん、今ちょっとランダムに出しちゃうね、タパルパとダーリーサンシャイン、ね、それぞれカズさんはカズさん、まゆさんはまゆさんでなんかいろんな特徴が、うん、白雪姫、チワワと花月かわいい、これ超めっちゃかわいいんだけど、うん、自分でも欲しいんだけどさ、うん、それはまゆさん、これはリンゼアナとソーフレンザワワ、うん、今回カズさんの苗はないんだけど、うん、ね、神さん、カズさんじゃない、神さんの苗はちょっとないんですが、うん、カズさん、まゆさんで花月をかけるソーフレンかける黒爪ザラゴーさん、これも可愛いと思ったけど同じだね、ちょっと向こうのハウスもお見せしていいですか、うん、向こうに置いてあったので、はい、じゃあ向こう行く、うん、今日は植木鉢の販売はまだしません、うん、はい、植木鉢とあとパーファームパルクさん、うん、カミカミの人はまだ販売しないので、うん、今日販売するのはカズマユさんの苗のセットと、はい、あと単品の苗を販売させていただきます、はい、はい、でこっちはマユさんの苗だ、うん、ね、リラシナと桃太郎、これは、うん、ちょっとごめんね、トレー持ったままなんで、はい、ちょっとリラシナと桃太郎、はい、ね、苗はどんな苗が入るか開けてからのお楽しみで、うん、タパルパとリンゼアナ、これかわいい、あ、これもかわいい、ラオリンゼ桃太郎、ね、でもさ基本外れはないよね、うん、桃太郎後輩がマユさん結構多くて、うん、で他のね後輩ももちろんかわいいんだけど、うん、見ていただくと分かる通りすごくしっかりした可愛い苗です、うん、ね、ちょっと重いんで置きます、はい、でこんな感じで次のトレーをこれ、あとこれが可愛いね、これ、あ、これね、なんだっけ、見て、苗の名前、ヒアリの桃太郎、ね、うん、かわいい、違うタイプもあるんだよね、あったね、うん、ね、でやばい、狭いんだよハウスの中が、よいしょ、待ってね、あ、ちょっと待って、こっちがいいかな、よいしょ、次のトレ同じ感じです、ごめん手が邪魔で、ね、これなんだ、一番目色が目立っています、可愛いよね、見えないんだ目が、ソーフレンと白雪かな、違うか、白雪姫だ、うん、かわいい、ソフレと、ね、うん、重いんで下ろすね、はい、はい、まあそんな感じで、じゃああれだよね、あれ、
これもそうだ。これも。ね。こんな感じで、はい、であとカズさんのもそっちにあるんで、はい、ちょっと一応お見せしておきます。はい。もしかしたらこれここに落ちちゃう。うん、お伝えできれば全体的にこう、うん、ゆっくりスリーマンはカズさんの苗です。で今日これはカズマユさん春の感謝祭特別セットっていう感じでカズマユさんの苗っていう感じで販売させていただきます。はい、コロラータコロラータいいね。そうよね、うん、でカズさんの苗が1苗、はい、マユさんの苗が2苗、はい、合計3苗のセットです。はい、で2セット3セットご購入の方は数量を1、2、3で開けていってください。はい、はい、そうすると複数買えるようになるので、はいはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。植木鉢とかマルクさんの苗はまた後日、うん、今日はちょっとね更新が追いつかなそうなので単品の更新もあるので、うん、単品内クリスペート、ね、大きなクリスペートとかダークオパールとか、うん、人気の品種も今日全部掲載するので21時に更新します。はい、21時によろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、今日本当にあっという間に1日過ぎちゃってね、俺もめっちゃ死にそうだった。今日本当に、うん、本当にね飲み物を飲む時間も忘れてずっと楽しくお話しさせていただきましたね。やっぱり皆さんのお顔を見てね名前と一致しておしゃべりできるのがすごく嬉しいです、うん、ネット販売なんかで伝票とか私もねバーッと見させていただいて、うん、でお客様だっていう名前とお顔が一致するのすっごく嬉しいです、うん、やっぱりね本当にありがとうございました。はい、2代目がなんか随分と接客力がすごくアップしてたのでそうなんだ、遠くから見てて、楽しそうに話してるね、お客さんと、いいなと思って。照れが少しずつなくなってきたんかな。全然もうなんかお客様に、うん、自分の味噌とかもこれがいいですよとおすすめとかしてくれてて、すごいなと思って、ね、うん、そんな感じで今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、またなんかいろいろ更新をしていくのでその時は、うん、あらかじめお知らせいたします。はい、はい、でビンゴ大会とかそういうのもコミュニティとか YouTube の動画でお知らせするのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あとビンゴのこの間の景品は今週、うん、今度の週で発送いたしますのでお待ちください。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そんなところで今日は大丈夫、うんうん、大丈夫です。21時、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あと昨日たくさんのご購入ありがとうございました。 あっという間に本当に8ね、ブリキバチのね、うんうんうん、本当に感謝です。ありがとうございます。そんなことで、はい、はい、終わりです。はい、じゃあそんなところで、はい、よろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。